元気そうで何よりだ。首を取りに来たぞ、テレサ。できるのか、お前に。拘束権はいいが、そこで寝てる子まで巻き込むなよ。心配するな。起きる頃には終わっているよ。どうした、拘束権が止まってちゃダメだろ。ま、前よりマシになったが、それでもまだまだかね。さてと、何を。この辺ってところかしら。ね、テレサ動くな、じっとしてろ。まったく、うるさい三人をよこしたもんだ。もう一人いただと。バカな、気配はまるで感じなかったぞ。初めてお目にかかります。私、最近ナンバー2の印を受けたプリシラと言います。ナンバー2。ぶしつけで申し訳ありませんが、テレサさんの首をいただきます。あのバカ。あらあら、炙り出したところを後ろから切り込むって予定だったのに、整体しちゃってるじゃない、あの子。微笑のテレサに真正面から言って勝てる気でいるのかしら。離れてろ、クレア。え、でも。大丈夫だ、心配するな。私の言うことは信じろ。前にもそう言ったろ。プリシラと言ったな。私が飛び出した時がチャンスだったはずだが、なぜ攻撃してこなかった。だって卑怯じゃないですか、そんなこと。あ、それより私の方こそ聞きたいことがあります。粛清の場でどうしてテレサさんは首をはねられなかったんですか。組織の掟は絶対のはずです。私たちの役割は人々の平穏のために妖魔を殲滅すること。そのために自らの命を削り戦うのです。その私たちが人を殺めるなんて、組織が今まで築き上げてきた人々の信頼を失う許されざる行為です。ですから申し訳ありませんが、組織の掟にのっとりテレサさんの首刈らせていただきます。よくもまあ、組織の都合のいい理屈をすり込まれたもんだ。ま、あえて言わせてもらうと、世の中そう理想通りにはいかないんだよ、お嬢ちゃん。この誰じゃねえか、あいつ。あのテレサ相手に押してやがる。なぜ微笑のテレサと呼ばれているか知っているか。はあ、そりゃ妖魔を切るときにいつも笑ってるからだろ。それはお前もソフィアも同じだ。だがテレサだけがそう呼ばれる。そういや、そうだな。なんでだ。お前の身軽さ、ソフィアの力、私の拘束権、それに比べてテレサは微笑みの他に目につくものがないからだ。そりゃテレサが全てにおいて突出してるからだろ。少し違う。動きではお前、力ではソフィア、剣の速さでは私の方がそれぞれでテレサを上回っている。は？テレサが最強である理由は、妖気を感じ取る能力のズバ抜けた高さだ。どこに妖魔がいるか分かる程度じゃない。
体を流れる細やかな妖気を感じ取ることができる。はあ？妖力で戦う者は動かす体の部位へと妖気が流れ込む。これがどういうことだかわかるか？だからこそ妖気を極限まで抑えて戦えるプリシラは最もやりにくい相手なんだ。ヘレサ！たく、とんでもないお二人ね。はあ、すげえすげえ。剣のカタクリオンと衝撃下でどうにかなりそうだ。大したやったぜ、あのガキ。あのテレサ相手に互角にやり合ってんだからよ。あれ？互角？え？そろそろか。助けに入るぞ。このままだと首が飛ぶのはプリシラの方だ。は？何言ってんだ。テレサにはそのプリシラの方がいいんだろ。あ、あれ？あくまで目くらましに過ぎん。テレサが妖気に頼らず普通に戦えば済むことだ。元々の自力が違うんだよ。何？急に私の動きが鈍く。違う、この人が、この人が速くなってきてるんだ。なんで、なんでよ。私はいつだって人のために戦ってきたのに。悪いのは人を殺したこの人なのよ。それなのに、それなのに、なんで私は勝てないの。こいつの潜在能力は化け物だ。これから先とてつもなく強くなる。今回切り伏せることができても次回はどうなるかわからない。悪いな、私はまだ死ぬわけにはいかないんだ。切られてやんの。あら、足毛にされて吹っ飛ばされるよりマシじゃなくて？嫌です、こんなの。いかに掟を犯したものとはいえ、一人を他人数でなんて。ここは私一人で。甘ったれるな。私たちのフォローがなければ首が落ちていたのはお前の方だ。戦っているその身が一番それを理解しているはずだ。私たちは個々の腕試しをしているわけじゃない。あくまで組織の掟を破るし者の刑の執行、いかに確実に相手を仕留めるかだ。フォローは我々がしてやる。お前はあらん限りの力でテレサを仕留めることだけを考える。わかりました、倒します。組織を汚す者を許してはおけませんから。すみません、テレサさん。行きます。
イレーネさん、イレーネさん、大丈夫ですか、イレーネさん。私に構うな、行け。でも言ったはずだ、お前はお前の力の限りで戦えと。私のことはいい、お前は全力でテレサの首を取るんだ。はい。くそ、この4人ならなんとかテレサに迫れると思っていたんだが。私はまだテレサを過小評価していたというのか。奴はまだ妖力解放すらしていないんだぞ。テレサ、クレア、宿に戻って荷物をまとめろ。これ以上町には迷惑はかけられん。出発するぞ。さてと。しまった、見抜かれていたか。プリシラがやがて自分を超える素質を持っていること、次への目を確実にこの場で断ち切るつもりだ。恐るべきは微小のテレサ。このあと何度戦っても問題としない我々は、動けない程度の傷を負わせただけだが、唯一動けるはずのプリシラは強大な力の前に恐怖で身動き一つ取れずにいる。我ながら甘くなったもんだ。どうしてもあいつの顔がちらつく。テレサ、持ってきたよ。